ブルーレイと DVD で4月20日発売。数々のアニメーション映画を世に送り出してきたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫の言葉に注目した展覧会、鈴木敏夫とジブリ展が京都文化博物館にて4月23日より開催。チケットの詳細はローチケサイトよりチェック。ジブリの世界観に強く引き込まれること間違いなしです。もしもし、お父さんの携帯 3G サービスが終了したら使えなくなるの知ってる？本当か？この際スマホにしたら？難しそうだし、料金も高くないか？いいプランがあるのよ。今こそスマホデビューを。 au はお得な料金と安心サポートのスマホスタートプランをご用意しました。一緒に行こうよ、 au ショップ。行ってみるか。雰囲気が変わりましたね。今日はあの3名様分で寝らせていただきましたので、これ左手に熱いので敷いていただいて、こちら左手の上にこう乗せていただいて、はい、でその上に乗せていただいて、はい、はい、今正面が一応、ま、あの前が正面になっているので、それを、まあ、正面からいただくと申し訳ないっていう気持ちで、自分の方に、はい、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は先週に引き続き、サラリーマンから突然、茶道宗和流18代を襲名された宇田川宗幸さんをお迎えしてお送りします。宗和流は金森宗和を祖とする茶道の流派です。宗和は新しい美意識で野々村仁清らに数々の茶道具を作らせ、宗和流は宮中の公卿たちに流行しました。出演者は他に松竹株式会社演劇制作部芸文室の戸部和久さん、日本舞踊家の花柳真理草さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。泥みたいですね。ドロドロです。ドロドロです。本当のドロですね。はい。ドロドロです。すごい苦いかと思うと、甘みとかすごい香りも、はい、全然苦くはなかった。あ、そうですか。うん、あのこれがメインディッシュなので、これを召し上がっていただくために懐石料理を出して、この瞬間をクライマックスに持ってくるんですね。要するにこれを美味しく飲むために食べるんですね。はい、そうですそうです、はい、そしてお酒も飲むんですね。そうです、はい、最初は緊張しているとこから炭手前でだんだん会話がほぐれて、懐石料理をいただいて、だからずっと静かなんじゃなくって、だんだん会話、あの歌歌ったりとかして盛り上がって、一回外に出て空気を浴びて口をすすいで入ってきたら、今の無言のこのギュッとした瞬間になって、で濃茶召し上がった後から今みたいなこう会話が始まって、あ、そういえば花になってますねとか、なんかそういう会話がいろいろとこう出てくるような。で、まあ、この後、あ、まあ同じようにお手前して薄茶っていう、あの要はいつも寺で飲んだりする泡の立ったお茶が、まあ、小茶の口直しでこう出る。なのでこれがメインになるという。すごいですね。これがメイン、はい、ありがとうございます。地肌がこの練り跡とかご覧いただいたり、すごいですよね。はい、なんか泥ですよね。泥、もうすごいきめ細やかな泥っていうか、なんていうの、なんて表現したらいいのか。あ、じゃあ、このお手前、ありがとうございます。じゃあ、こちら、お願いいたします。お手前って、はい、手前っていう字ですよね。あ、違うんですか。手前、向こうの手前っていうのと、違う、お茶は立てる、転じると書くので、あの、点の前で点、手前って書いたりしますね。今砂が出てますよ、上から。え、砂が出てる。ほら、ほら、見えません。何、ロウソク、キラ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 って。砂がね、ここから落ちてるの。そう、落ちてるんです。あ、それを拾ってんだ。そうです、そうです。あ、なんだ、すごくないですか。ここが、これが
彼の今日の役割なんですか。そうです、そうですね、戸部先生演出の。いや別にそのなんかね、もっとステルスでできたらよかったですよ。この目が良ければいいんですけど。すごい。レナちゃんと見えるんだ、ね。見えます、ね。これ何なんですか。雨。まああのまあ初座最初の時には掛け軸だったのが花入れに変わってまして、はいはいはい、で。まあ、この花、白玉椿本来だとお茶席だとあんまり開いた花使わないでつぼみ使うんですね。そのつぼみが今にも開きそうに膨らんだその生命力みたいなのを一輪ポッと入れるのが好まれたりするんですけれど、これはちょっと小ぶりで、まあ、葉っぱが風を切ってるようなところを選ばせていただきまして、で、まあ、花入れが草はうちの流草ですね。金森草はという、まあ、うちの流儀を作った人、おじいちゃんが信長の戦国武将だった方から、大阪の陣でお父さんから感動されて、飛騨高山の領主だったところ、京都に来て奥下さんに流行った流派でございまして、うちなんで400年前の竹なんですけれど、あこれが、はい、割れてるのが後からじゃなくて最初からで、その相和が切った時からああいう雪の間でこう岩がこうあったりして、根元のところのこうひび割れた竹をわざわざ見つけてきて切ってきて、あのあれもまた見どころにしちゃうというか、あれが鑑賞ポイントになってまして。そうですよね。壁にもこうさっきお入りになった時は濡れてたと思うんですけれど、で花にも水が入ってあったところにだん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 こう時間が経つと乾いていく、で、まあ、その辺の衣装で戸部先生のこの演出が入ってまいりまして、まあ、前半戦できるだけストイックに、まあお茶を体験していただくというところからちょっといろいろ演出が入ってきて、じゃあちょっと続けまして薄茶の方一回、はい、もう一回室内の方変えてさせていただければと思いますんで、はい、ここで待ってて、待ってていいですか。はい、こちらで、はい、ありがとうございます。はね、生でやってらっしゃるのかと思った。鈴の音ってこれじゃないですか。え、生じゃないですよ。生ですよね。そうだね。まあちょっとご覧ください。これが評判になっちゃったんだよ。無理だと思う。なんだとボケさせたのこれ、近づけるんだ、すごい。驚きました。というところでございまして、大体もうこれで流れをご説明して最後あの砂に芽吹きがというところで映画のラストシーンだな。本当に。で、あとはそのシャカシャカを横に入れてあげて、あ、置いたままですね。あ、置いたまま、はい、触っちゃいけないですね。あ、まあそういけないことないですけど、はい、はい、置いて中に入れて置いてあげまして、はい、で、あ、拭いちゃって大丈夫ですよ、はい、はい、で、ちょっと右手で持ち上げて左手こう添えていただいてシャカシャカすると、はいはい、持ち上げるんですか。あ、もう下に置いたまま、あ、置いたままでいいんですか、はい、で、シャカシャカシャカと上から持って、どっちかっていうとの縦横運動ですね。縦横運動、あの、もう前後前後にこう縦横に思いっきり縦横、泡立て器みたいに卵を泡立てる、違う。僕やったことないんだよ。縦横にこう。縦横、こうですか。まっすぐ上から持っていただいて、あ、縦だけです。あ、縦おいでおいで、おいでおいでを、すごく、ね、すごく早く、すごく早く。思いっきりこう泡が立つ感じで。そうです、そうです、そうです、そうです。はい。ぽいぽい。今いい感じです。似合う、似合う。はい。思いっきりだーっと立ててあげると、もっと泡がいっぱい、あ、いい音してます。で、だんだんもう泡立ったなと思ったら、上の方にも上げてってあげて、こう、穂先でやると綺麗な細かい泡になるので、で、最後、のの字を書きながら、抜いてあげます。はい。のの字に書きながら、手の方からこう抜いてあげて、
今のところに置いておいてくれたり、はい、なんか、なんか、はい、切ろうとしますね、水をで、一応これで、はい、これで、まあ、自分とこまた正面があるんで相手の方に90度、90度向けてあげて、どうぞ、出してあげると、はい、下に置いていただいて、はい、で、例えば2人分立てるときはもう1人分ちょうだいって言って粉張ったの出してもらって、ここでシャカシャカシャカ持たせてどうぞ。なかなか大変ってことは分かりましたけれどまあなんとかなるでしょう。わかりました。時間を体験するっていう感じですね。だから自分が何ていうの、その登場人物のはずなのに一幕のね舞台を見た感じで、肝心のお茶は何も分かんなかったですね。それがお茶ですね。本当になんかお点前とかお稽古とかお作法っていうイメージが強いんですけれど、その最初からあの空間を全部こうプロデュースしていって、そのストーリー作っていって、この人のためにやっていくっていうのが楽しい、まあ、とにかくおもてなしなんですね、はいはい。まあ、簡単に言うと食事をしてお酒を口にして、はい、その後濃茶と薄茶っていうその一連じゃないですか、はい、そうすると何て言ったらいいかな、全てのお茶が基本はそれなんですか、本来ベースがそれで、それをどうアレンジしていくかで、今日は解析なしで濃茶薄茶にしよう、それは裏千家だろうが何だろうが皆さんそうなんですか、本来そうです、はい、でもそれを、はい、そのなんていうか前段をみんな省くんですね。じゃあ、あの前段省く場合もありますし、うん、そのまあ本当はその前にあの解析の前に炭出前っていうのがあって、その流れが基本的に炭をくべてお湯を沸かして、うん、その間にお料理とお酒出して、うん、お湯が沸いた頃に、なのであれもおもてなしって言いつつ両方がこうお互い思い合って、炭がちょうど沸く頃に終わんないといけないんで、いやだって一般の人はお茶って言ったらお茶だけだと思ってるもん。いや私も人にだからお茶って何するので料理とお酒が出てっていうと分かってもらえないんで、なんかこ う, そうですよ、どうやったら伝わるのかなっていうのが今日の番組でかなり伝わります、ね、よろしくお願いしますね。作法と両輪でこういう楽しさとか人をもてなすっていうのがあるんですけれど、やっぱり作法だけがこう今ちょっと突出してる感じがするので、僕なんかああいう、まあ、うん、僕はあのなんだ NHK のそういう番組、他のやつもよく見るんですけれどね、どうせ分からないだろうって先生たちがみんなそうですよね、うん、あんまり言うとあれだけれど、確かにだからこのね、うん、その一番大事なとこだけっていう、なんかそんな感じがしたな。どう思ってらっしゃるんですか、お茶ってそのシャカシャカお茶を立てるだけだというように思われることについては、やっぱりなんでもっと楽しいの知ってほしいと思って、例えばお招きすると意外とあこんな楽しかったんだっておっしゃっていただくんだけれど、まず体験できる場所がないのと、あとはだって今日のやつだって、はい、教養がないと無理ですよね、まあ、だいぶちょっとどこら辺でだからそれは知的な遊びじゃないですか、はい、それはでも相手に合わせてたと思うんで楽しめる、そのだからまあ本来 ねそういうもんなんでしょうけどね、うんうん、なんかさ難しいとこだけがなんか引っ張り出されて、それが後世の人に伝わっちゃうわけでしょ。そのお茶事って普通の人に伝えるのにどうしたらいいんだろうが、もう本当体験していただくしかなくって、でもお招きできる人って年間限られてるので、僕さ実はね、はい、今日あの何ですかこのこれシャカ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 何ていうんですか、茶筅茶筅茶筅、はい、子供の時ずっとあれで遊んでたんですよね俺何だかっつったら、僕が生まれ育ったのは名古屋の徳川町っていうところのあれなんで、つまりお茶どころなんですよね、徳川、はいはい、美術館の、うん、それでまあ簡単に言うと徳川美術館まで歩いて10分もかかんないところだったんで、そうするとね家にね茶器がこうやっていっぱいあるんですよ、何でか知らないけれど、で子供の時にあれで遊んでたんですよ、うん、だからそんなこと知らないじゃないですかお茶どころなんて、後で知るんですけれどね、何でおふくろこれ持ってたんだろうって、たまにねおふくろが何かやってるの見て、それでこんなまずいものなんて好きなんだろうとかねそれはあったんですよね。だから実を言うと根っこのところにはそれがあったことは確かですよね。あの人は一体何やってたんだろう、歌舞伎だってね僕がちょっと見始めたのはおふくろが見てたからですから、でそれで言うとお茶もなんですよね。だから何をどこまで知ってたかは分かりませんけどね、うん、馴染んでたっていうのが、あの実は今日のお茶、千元町の
一公園というお茶屋さんの、あ、そうなんですか、はい、鶴舞線の、え名古屋のなんです、そうなんですか、それはあえてですか、やはり実はずっと好ませていただいてるんで、はい、あれ面白いんですよね、本来鶴舞なんですよね、なるほど鶴舞線まで止まるんですよね、だけれどあのみんながねいいと呼び始めちゃったんでしょうがないから今鶴舞って言ってるんですけれど、あ、そうなんですか、僕ら子供の頃はねみんな鶴舞って小学校の時教えられるんですよ、それはいやーねえ、そんな自分がだってそんなところで生まれ育ったなんて分かってないですもん、でもそれで聞くとねへえと思って、だから自分のルーツなんてね何も分かんないくせに少しずつね見えてくるっていうのかはありますよね、いや不思議ですよ僕は、まあ、あれどうでした実際飲んでみてお茶今日、そあの本当のこと言うと濃茶の味濃茶の味はどうでした、あの観念的には分かったけれど体でも分かりません正直言うとね、うん、でもねあのたっぷり食べてね解析食べてで、まあ、お酒も入って、まあ、僕なんか少しだけだけれどでもあれを飲むと美味しいっていうのは観念的にはよく分かりましたよ、どういうことかが、うん、やっぱりあのお酒召し上がった後が一番美味しく、そうなんですよね、はい、うん、僕お酒飲まないんですけれどたまに日本酒だけ少し飲むときあるんですけれど、まあね、前週と一緒に入ってきてその昔は眠気覚ましの薬だったなんていう説もあったりするので、座禅のときに濃茶グーとして、それは眠気覚ましってねよくわかりますよね、酔い覚ましにもなるし、だから続けて飲めるってことですよね、はいはい、歌舞伎の中でも有名な話で勧進帳っていうものがあるんですけど、はいはい、あの弁慶が出て弁慶、ね、で富樫が基本的にずっと着てなきゃいけないんですよ、だから富樫は一回引っ込んだ時にお茶を一服、あ、そうなんだ、その裏で飲んでからその出て、いわゆるその後の延年の舞、とかっていう場面に備えるというのがあのそういうことをやってた先輩もいらして、だから、まあ、我々でもその服さの扱いとかいわゆるそういうものっていうのは、ね、下がってやってらっしゃるけどすごいうまいですよねああやって折り曲げてこうやってやるのかとかね、それは頭では分かるけれど、ね、自分で一人で練習しないと無理ですよね、なんかああいうの本来だと草野球みたいに憧れて自分でやってみて、 で、ね、でそこでうまくいかなかったら習えばいいし、いなんか自己流で、ね、落合さんが言うことと同じなんですよね、落合さんって野球の、はい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 、鈴木さんもそうだろうって言われて僕ご本人とあれなんだけれど、草野球ってさ楽しかったろって、今の選手のかわいさはかわいそうなのはね楽しさを知らないって、だから選手にねどうやって野球が楽しいかを教える、それにはね、何、ボール投げて取る、これしかない、キャッチボールしかないって、だから今の野球が 何かと問題があるのはね、勝つ野球ばっかり教えてるからつまんねえんだよっつって、なるほどなと思ったんですけれど、だってね、やっぱりあるんですよ、僕昭和、ね、さっきからあれなんだけれど、あれ、歌舞伎の本当のタイトル分かんなくて、前ね、戸部君にも話したんだけれど。花吉原の花の吉原、何人気そう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 、五代力恋の封じめという作品か、うん、あるいは籠鶴瓶里の縁覚めという作品か、うん、いわゆる吉原百人斬りをこう持ってきた作品、ね、僕小学校4年でそれ見てね、いまだに全部覚えてんだもん何なの、まあ、比較的有名なのはあの最後100人今あんまりやらないですけど100人斬りの場面になって、丸い窓からパッて出て血だらけで出てっていうのが ある、今回は鈴木さんがお客様ということで考えて考えてこういうものをやってきてるから、なんかまあいやそれはすごく分かった、自分でやりたいよねだってあの舞台装置作ったらご自分が出るしかないですよね、いや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 今日言われてもだってすごかった、本当にありがとうございました、あの影絵は素晴らしかったですよ、もう考えたのは彼かもしれないけれど、
はい、完全にね邪魔をして、いや本当によくあの部屋をね使っ ね作っていただ使っていただいて、これでそれでちゃんとね形にしてくれたんだもんね。やっぱり素晴らしかったですよ、本当に良かったです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお寿司とか食べようか。マリスさん一言どうぞ。あ、そうだそうだ。せっかくね、せっかく今日の無茶ぶりの中で。ありがとうございます。今日の無茶ぶり、はい、いつも戸部先生には結構いつも無茶ぶりな案件をお願いしていただいて、でも私はすごくそれに鍛えていただいてるんですけど、はい、私の敬愛する鈴木敏夫さん あのお茶室開きがあるから踊ってくださいと言われて、あ、お茶室で踊るね、ふむふむと思ったんですけれども、あの現場に入らせていただきましたら、お茶室の外のあそこのね、路地でいいんですか、そこの路地ですか、はい、路地という場所で、つまりお茶室の外ですね、そこの、まあ、空間で踊ってくださいと。でお茶室から見えるのはその障子がこう上にあるもんです、あの下は壁なんですね、だから上半身しか見えません。なるほど、確かに見えない。でその障子を半分最初は締め切って半分でってやろうかと思ってたんですけど、でも実すごくその生身の私が出てしまう、すごく生っぽくなってしまうなと思いまして、じゃあ先生一回全部閉めてみてくださいって申し上げたら、あ、そしたらここにじゃあ光を置いてみようって なりまして、そしたら障子に私の影だけが映るということになりまして、でその路地のやってみたら案外それがすごい面白かったんです、はい、そうなんですよ、幅のあそこの中で私が前に行ったり障子に近づいたりしていくと遠近感が出る。これはジブリ美術館で見たあれだなみたいな。私も見たと思いました。首のかしげだよね。うん、ありがとうございますね、はいはい、色っぽかったですもん。ありがとうございます。あの首のかしげがね、この上向くやつ、うん、もうすごい綺麗でしたね。ほんで髪がね揺れるんだよね。そうですね、そうですね、ちょっと意識してて。だからどこのどの部分をシャープに見せるかっていうのの、ね、どこのどの部分をシャープに見せる、輪郭をはっきりさせる、ボケさせるの、はい、あのタイミングがすごい良かったし、うん、ありがとうございます。かっこよかったですよ、びっくりしました。なかなかこういうことはないので本当に。もうだって最初はね、あのザックさん、あのフランス人の男の子がやってんのかと思ったら、いや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 、そう、やっぱりね、これはね、やっぱり女性でなきゃこういうことはできないって。あと手がね、手が早い。手がね、エッチだったよね。やっぱりそこに行くんですね、もっと。やっぱりそうっすよ。だって命が一言エッチだね。まあエッチの中から生命は生まれてくる、ね、命を生まれて、怪しくなきゃ手が生まれて、そう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 、また素晴らしかったです。ありがとうございます。シネスコサイズ感のあのあれは本当に生かしたね。あれね、あの首のかしげってあのね、かぐやの時のあれとも、なんか僕それ思い出したんです、実は。嬉しすぎる。あれは良かったですね。いや本当にすごかった。濃茶ですごく空間がギュッて縮まっていってるんで、あそこでパッて明かりが入って、ああいう風に音が鳴ってっていう風に世界が広がっていくと、すごく広い世界に見えるんじゃないかという。脅かしますって言ってたけどさ、ちょっと脅かしすぎだよね。輪をかけても上を行きました。もうね、参りましたよ本当。それはもう総称の、いや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 、いやだからもう本当にあの大爆発ですよ。いい言葉ですよね、大爆発。いやもう本当に素晴らしかった。はい、本当にありがとうございました。もうそれしかいいことない。僕が楽しく遊んだだけで、総書はすごい真面目に考えてた。いや私もだいぶ楽しく。いやだってトーンはみんな同じだよ。宇田川総工さんと茶事体験をしながらのお話、いかがだったでしょうか。今回の放送を聞き逃した方は、ラジコのタイムフリー機能で1週間遡ってお聞きいただけます。来週もお楽しみに。こちらも全力で楽しもうとしてるし、あの鈴木さんも全力で驚かされようとしててくださったから、嬉しかったなとは思ってますけど、でもこれはねちょっと超えたよ。お、やった。
嬉しいことをいただきました。本当にそう思ったから心の底から。思った。でも圧巻は戻りたよね。ありがとうございます。森草先生持ってかれたな。ちょっと申し訳ないけれどね。あれはだってすごすぎるもん。ちょっと今日青心持ちてきたんですけど。それは彼がねもうね言っちゃってたんで。